熱を通さない断熱材料、反対に熱を素早く伝えられる材料、あるいは熱で電気を起こす熱電変換材料など、熱に対して優れた性能を発揮する材料の開発が強く求められています。こうした材料を開発するには、材料の中を熱がどう伝わっていくのか、その通り道をナノサイズで明らかにする必要があります。例えば異なる物質が混じったこの材料、熱が端から端に伝わるとき、最短距離ではなく回り道のような通り道を使って熱が移動しているかもしれません。しかし熱が伝わるルートを見つける方法はありませんでした。ところがこちらの複合材料、熱は直線ではなくこのルートで伝わっていくことをナノスケールで画像化することに NIMS は成功しました。必要だったのは極細の針金と電子顕微鏡を逆転の発想で使うことでした。どうやって材料の中での熱の通り道をナノサイズで見つけ出すのか、この問題を電子顕微鏡のユニークな使い方で解決したのが川本です。最初に取り組んだのはナノサイズで温度を測定するセンサーの開発でした。用意したのは通常の太さの針金、電解研磨法というごく微小な加工ができる方法で先端をナノレベルにまで鋭くなるよう溶かします。こうして作った2種類の針金を組み合わせ、熱伝対という精密な温度計をナノサイズにまで小型化しました。もう一つ必要なのはナノサイズの領域をピンポイントで加熱する方法です。川本は電子顕微鏡の電子ビームを使うことを思いつきました。電子線を極限まで絞り照射します。これなら材料は電子線のエネルギーによって局所的に加熱されます。これで熱源と温度計が揃い、測定に必要な条件は整いました。川本のアイデアが発揮されたのはその測定方法です。通常熱の通り道を探すには、特定の場所を加熱しながら様々な場所に温度計を当て、どこが熱くなっているかを探ります。しかしナノサイズの温度計を少しずつずらしながら温度測定をするのは非常に困難です。川本は全く正反対の方法で熱の流れをつかむアイディアを思いつきました。つまり温度計は1箇所で固定、熱源の方をナノレベルで移動させます。熱源がどこにあるときに温度計がどの程度変化するかを見れば熱の通り道を見つけ出せると考えたのです。この方法で実際に測定してみましょう。これは複数の素材を組み合わせた放熱用の材料です。どのようなルートで熱が流れるのかを知り、より多くの熱を外に放出できるよう改善する手がかりを探ります。川本の測定法を見てみます。材料を電子顕微鏡のホルダーにセット、続いてナノスケールの熱伝対を取り付けます。これで準備は完了。電子顕微鏡にセットすると像が見えてきました。倍率を上げ、慎重に温度センサーを近づけます。今資料の一点に温度センサーが接触しました。続いて電子線を照射しナノレベルで加熱します。電子ビームを材料全体にまんべんなく照射しながら、どの位置を加熱したときに温度計がどのくらい変化したかを記録していきます。測定の結果得られた図がこちら。1の位置に温度計を置き、熱源を画面すべての範囲移動させました。温度計が大きく変化したところが赤くなっています。熱が伝わりやすい場所です。つまり1と2の間では熱がこのように通って伝わることが分かりました。ナノスケールのごくごく微小な範囲でも、熱は最短ルートではなく通りやすいルートを選んで伝わっていることを鮮明に示すことができました。意外
外とこれ使えるかもしれないと思いました。熱をナノスケールで理解すると、まあ、フォノンっていうものがあるんです。フォノンをの流れをですね、できるだけ正確に流れ方を、まあ、理解しながらですね、なおかつナノスケールで制御するという、それをフォノエンジニアリングという技術に役立つというふうに考えています。この方法によりナノレベルでの熱の通り道を解明することで、熱を巧みに操る材料開発の重要な手がかりをつかむことができます。